どうも、食の贅沢のはるかです。今回は時々無性に食べたくなる味、喫茶店風のナポリタンで、特に今回は簡単により美味しくナポリタンを作るポイント、そこをしっかり押さえながら作っていきたいと思います。よし、ではまず野菜から。まずはピーマン。ピーマンは細切りにしていきます。で、続いて玉ねぎ。玉ねぎは薄くスライスで。で、あとはウインナーで、ウインナーは斜め薄切りにしていきます。で、今回に関してはウインナーにしっかり焼き目をつけたい。イメージとしてはマルシンハンバーグぐらいしっかり焼いていきたいなって思ってるので、その薄くかつ表面積が大きくなるような切り方なので、この切り方を採用しました。はい、具材の準備ができました。シンプルにこれらの具材で作りたいと思います。ということで、次はパスタの準備していきましょう。まずは水を入れて、で、沸騰してきたら、ここでポイントとしてこのお塩、塩を少し少なめに入れていきます。で、特に今回ナポリタンのソース、結構これが主張強めなので、パスタも味が濃いと濃い濃いで、まあ花札じゃないね、濃いものと濃いものでちょっとくどくなってしまうので、塩はちょっと少なめに今回入れていきましょう。で、パスタを茹でます。で、あと今言ってもあれなんですけど、家で手軽にできるようにフライパンで茹でます。本当に今更何言ってんだって感じですよね。で、このパスタを表記時間通りに茹でます。で、時間が経ったら硬さを確認して、で、火を止めてザルにあげます。よし、では第2回戦。まずは油を入れて、で、このウインナーをまずは焼きます。焼き目がつくまでしっかり焼きます。で、しっかりウインナーを焼いたら野菜入れます。で、ここでポイントです。パスタを入れる前のこの段階でケチャップを入れて、隠し味のソース、あとは日本人の DNA 醤油をちょっと入れて、で、この調味料と具材を一度少し煮立たせるイメージで炒めます。一回ケチャップに直接火を通しておくと、その酸味が飛ぶので、すごく食べやすいナポリタン、食が進むナポリタンに仕上がります。で、あとはこのように麺を加えてよく絡めていって、で、お皿に盛り付けると。はい、喫茶店風のナポリタン完成しました。で、あとは粉チーズをお好みでかけてもいいんですけど、個人的にはかけないでもいけます。ちょっとテンション上がってますね。よし、ではいただきます。
香りいいですよね、ナポリタン。じゃあ、いただきます。すんげー美味しいなんて言うんだろう、しっかりと味わしつつくどくない。なのでたくさん食べたいってこう思わせつつ香りがすごい広がっていく。でまああとはコーヒーも用意したんで。うめえな、うめえ。からのコーヒー。どうやどうやどうやというわけで今回は喫茶店風のナポリタンをご紹介しました。パスタを塩少なめで茹でる、調味料というよりケチャップを1回煮立たせる、あとは隠し味にソースとちょっと醤油、ここがポイントかなと思いますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。この動画をいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございます。ということで、ではまた。